はい、ではどうぞスタートボタン押し始めてください。長谷さんと混ざりましたねこれ。長谷さんのキャラ変えてどうすんだ。合ってるよ。やばいよ、ま、直すとこ違った今。さあ A バンダイはなんとトゥーリオネイルがついに FAB さん取り込みました。やばいっす、ネイルの最終進化形態、俺のネイルは FAB。 第1話始まります。さあトゥーリオさんついに FAB さんをその身に取り込むことに成功。ただ割れてしまったらもう一度捕獲からスタートです。潜っていく、画面足敗者者は大木。最近のトゥーリオさんかなりキレキレです。インクですから、ここはブリンガー噛み合ったかのように見えましたが、まだ間に合っているピーピーピーから前ハイスラ漏れてケミカル見せつつジャンプゲート。ブリンガーちょっと怖かったですね。さあ端ダッシュボルカニックバイパー、ハイスラ大木が潰して前ピーから裏から飛びました。ジャンプゲートの持続が長い、発生していたのでここは相打ち。前ピーからガンフレーム、2ハイスラリボルバー拾えそうなような高さですがここは置き攻め。じゃあはい、ジャンピーからブッキラ紫、おっとちょっと何か頑張れたか。画面中央、ジャンピーから限界、ボルテシモからの画面中央、見えません、縦ケミカル。ここは昇竜拳が2敗者に化けた形でしょうか。リオ対応の昇竜拳もあるんですけども、ここはしませんね、なかなかあのコマンドも難しい。さあ、投手投げ。さあ、ガンダッシュ、ゲージがあります、まずは窓際、返して。ジャンプ乗ってからのケミカル、置き攻めはジャンプハイスラー2点、マイピーから空中ダッシュ、縦ケミカルにバースト。おっとここゲージ入った、ジャンプ S からのハイスラッシュ、スキャッシュの2点、これ見えません、ジャン S、ジャン S 乗っかってジャンプ K。 さあここで続けに中段を決めていきます。ポーンから置き攻め、足払いからここでオンプダッシュの試験、2敗戦の出かかりを潰している。画面足マイピー見せつつ空中ダッシュ、じゃんけんからちょっとリスクのある攻めが続きますが、通せば一気に体力逆転、もしくは倒し切ることも可能である。おーと潜った、今ます、画面足リボルバー我慢している、あーとここはいい判断、宇宙投げが冴えますね。あ、どうぞどうぞお座りください。製造体プレイ見ていて面白いなっていうプレイはたくさんいるんですけども、七夕さんとかも表情出ていいですよね。セキタスもめっちゃ速いですから。あ、石丸先生さあ画面端に追い詰めるわ、トゥーリオイノ。さあ奪って置き攻めはめくって A から、昇竜拳で割っていく、バックステが漏れた、これはあ置き攻めが始まる、計算出してここは必ずバスを突っ込んでいくよ、あーどうや、うーあっち行ってジャンプアイスラを呼んで最後はジャンプ系、勝ったのはトゥーリオイノ。さあ FAB を取り込んだトゥーリオ、一説にはロイさんが応援すると負けるって言って言い始めてますが、被害妄想だなトゥーリオ。そんなわけねえだろ。さあトゥーリオが先鋒戦を制して出てくるわ、ジュンミリア。さあミリア対イノ、置き攻めを取れば
うん、勝てるでしょうね。さあ注目の開幕、下段から入ったのはミリア。早速前早当てでターンを奪っていく。インバーストを釣った形。さあさあどうしよう、離れて前を伺う。さあいいのが入って足に追い詰める。下段ここは冷静にラインをキープしたまま攻めを継続。おっと空中でヒットしたかと思いきやジャンプアイスラ、何事もなかったように投げていく。中段がまず入ってここでバースト、ナイスバースト、ぴょんぴょん飛んでいるよ。ほらほら降りてこい、捕まえてミリア。わからん、おっとブリッツブリッツ、なかなかの攻防。サンデル張ってまずは落ち着く。あーバラジア、カン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 と押し付けていく。ほらほらほら赤いバラが咲いて綺麗だな。おっと、あー空中ダッシュが入って、一本選手はジュンミリア。おっと B 番台ではあっという間にジョニー・オレオがマイク・ジョニーを倒していく。さあ投げていくのはアートリオイノ、お水目さえ取れればどうということはないのだよ。あー向こうのジャンピーノが強い、しかし空中投げでフォロー、さすがです。 K からコンボを決めて、さあ橋、イノの橋が強いぞ。 K からおっと、おつれて制してるのはジュミリア。ターンで待って、はいはい、さあ流れを掴んでいるか。下段刺してロマキャンからいい、あーダウンは奪えない。さあ奥攻めはとりあえずキャン、ちょい使って固めて致命傷は避ける。ここでバスト、ふばりからうわ無理やりターンを奪った。これは冷静に足払い、バストはガードよく見えてるじゃない。 B 前はい、うわバスト空中投げ置き攻めはなんといういやらしい、取り返すトゥーリョイのふわってして投げていくよ、うん、さあ1位になって最初に流れをつかむのは誰だ。どうやらミリアのようだ。ジャンプアイスラカン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 とかくっていく。下段さしてまだまだループするぞ。あー柔軟なんですな。いいアイスラマイハイ、あーいつまで続くのじゃこれは。下段さしてここでバスト、あー引っかかった苦しい。ですから D パーフェクトで前方中堅戦を制する。安い戦術だけ。さあミリア見てから FAB、 ミリア見てから FAB、 なかなかの選択をしてくる相手チーム、どうなんだろうなこれ、うん、先ほど 1P で CPU 戦でしっかり体を温めてきた FAB、 きっとやってくれるでしょう。まずアダンを奪われる、大丈夫、まず開幕だ。さあ P からおもむろにテイクダッシュ、ミリア大ポチョ。一般的にはゴブかなさあ前はいラストが当たって BD、 ここでバースト、ジャンプハイスラー、さすがの FAB、 フルタイクがしっかりしている。足払いダウンを奪って遅らせ下段、これは当たってしまう。まずはコンボを決める、しかし FAB のガードは硬いぞ。ここはブリッツ、遅らせ下段が発射される。投げてさあ乗っているかジュンミリア、足に追い詰めてここはデッドアングル。さあうまく FAP さんのいいところを出さずにやっつけていく。日本選手はジュンミリア。さあ勢いのあるミリアに対してどう出る。まずは空対空、少し苦しいか。あー下段が刺さってバソ、あー蹴り上げる、なんという大胆な、うわ噛み合わない。しっかりコンボを決めて、これは苦しいような気がする。空中コンボ
さあどっち下段、もう一回下段、さあ FAB が読み合っているが、ビリアが冷静にコートを進めている。あーマイピーク空振り、ジャンプD空振り、下S ジャンプアイスラン、おお近づいてきてまずい、 2S 下S にバスを、あ焦げてしまって持ちバスは失敗、下段刺して中段刺して、うん、さあどっち、マイハイ、マッチハイからプレッシャーをかけていく、さあ毛張り落として、これはもうミリアが読み勝っている形、下段刺して勝ったのはジュンミリア、呼び出します、はい、ロイ、首輪ジャックを、シャカさん、足花さんのチームと七夕さんのチームが2番台、はい、さあ、なんか流れ的には完璧に FAB さん実況だけして去っていったロイさんですがB 番台で試合です。ロイさん、クビア先生、シャカさん、アシャナさん、 B 番台で試合です。ここで負けた場合は負けトーナメントはございません。ロイさんのチームのみ負けトーナメントがある感じです。さあ、試合の方はリオンカイ、対するはジュンミリア、出して、おー立派、ハイスラッシュにちょうど割り込む形になりました。これ長谷川さんってまだ出てないですか？出てない、中堅大将ですね。ラストアタック、やべえ、お腹すきすぎてちょっとやべえ。ベイパースラスト入りましたね。前剣から純さんが攻めます。おお、こっち来た、こうしていった、ここはどうする、大き攻め、あーライトザライトニング、めっちゃ強くなりました、この技。これはアインマンの技なんだけど、天津飯とアインマンがダブって見える。セークレットエッジ打つたんびになんか、あー、スプリントしてる、スタンエッジ打つたんびに寿命縮みそうっすね。お前の技を借りるぞ。さあ少し固めの大会からのちょっとダラッとした雰囲気になってますが、試合内容は非常にレベルが高く、ジュンさんがここは追い詰められている状況。さあどうした、遠距離です、 2S スタンディッパーまで決めまして、勝ったのはリオン会、大将戦は長谷川の台。お、ちょっとお待ちください、これは少しあれだな、なんかこれ不安定だな。俺だって使いましたよ。いやいや全然大丈夫ですけど、そんなの気にするような大人じゃないけどね。
お疲れ様です。え、帰るんですか？はい、じゃあスタート押してください。あ、そうだ、ちょっと待って、ザップ、ちょっと実況して。ギルティーギーエクサー Who dares to enter the mayhemさあ、大将戦出てくるが長谷川の、そしてデルギー大将踏ん張ってルディオン対コメントであっというなんかすごい何かを悟ってるようなコメントが流れましたけど、さあ試合はどうなるか分からないよ。第1ラウンド目、距離を取ってお互い遠距離戦、マイピー、ケミカルウーマイガにかわして、さあ赤いが有利な距離だったが、ここでダウンを奪ってきたが、キーキャン同士グリードセバーがクリーンヒットしてバースト、逃げ崩れる、あっとよ急にキーキャンから中断、画面端ちょっと立派で避けようと思ったが受けれず、狂言がヒットしてダウン、中断中断中断、これはきつい、どこで立てばいいのというか、どこで逃げればいいの。さあ横立て、画面端キーキャンから中断、投げ残る、さあ削りが怖いがライドで痛い、さあ位置を入れ替えて巨源まだ残っている、投げ、2ラウンド目、巨源カウンターヒットして今度ゲーダウン、と足割れから滑り出している中段、スタンディッパーまで当てて6杯を重ねる、マイク空中ヒット2杯カウンターして、これ痛い、ラストして、さあ下段崩して先重ね、もう一度狂言でダウン、画面端にもう1個見たかったがうまい具合に逃げて4回2杯カウンターからクーポン、これは殺しきれる、最終ラウンド6P 走ってきたところにケミカル、おっとジャンケンすかし投げ、これは厳しい、はいはい、 DS 横ケミからポンプを3重ねと動いたところにケミが当たる、今度は縦キーキャンでちゃんとベイパー警戒、タイルが登り取ったか、ディッパーが当たった、これはまだ分からない、ゲージがあるぞ、逃げ崩れて、と読みすぎたか、地上投げが引っかかって長谷川の処理、最高に興奮したね、イノウィン、もう少し上手になってね、そうしたらまた、はい、では、そうですね、ここが終わったからそっち行くんだよね、じゃあそのまま勝ちの方を進めていきます。純さんチームちょっとそのまま連戦で、次ハセスレイヤー MK ジョニーアゼスケメイチームと対戦をお願いいたします。FAB さんのチーム、じゃあ C 艦隊の方を使って試合、あーダメだ、大丈夫か、誰もいなくなっちゃうけどFB さんってここでできるんだけど、ルイさんも今そこに行ってるから、あ、がこっちに来て負けリーグ、あ、やっちゃう、あ、今こっち呼び出しちゃったけど大丈夫、それは A でいい、これが A、 C で、うん、じゃあ OK、 はい、じゃあ FAB さんのチーム、私たちの、レンコンチップジョニオレオ石丸チップチーム
対戦になります。 C 番台で試合になります。真ん中の方に はい、それでは A 番台いきましょう。どっこいしょ、どっこいしょ。あー腰痛いなー。難しい。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。あ、じゃんけん。はい、じゃんけん。じゃあ石丸先生お願いします。時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王。あ、大丈夫です。時期尚早では、慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば、七夕さんがロイさんのダッシュタッチ結果だってぐんにゃりするのが面白いですね。ではいい意味します。これで我々の未来も決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。ギルティーギーエクサ。いやー、ほんと何年やってきたの。10年か。来年でニコニコ動画に上げてるのは10年になるんですけど、みんな変わりませんね。いいことです。本当にいい意味で何も変わってないからいいですね。さあ、 A 番台は、勝ちトーナメントです。はい、13のチーム負けちゃうと終了です。今日はちょっとかなり押しているので、そこら辺はいつも通りのスクールでやりつつ、やっていきます。ハセスレイヤー、MK ジョニー、アズスケメイチーム、先方アズスケメイ、ツーピー側、ジュンミリア、長谷川イノ、ノブソロチーム、ノブさんのチームが負けてしまったので負けとなるのであります。ロマンキャンセル、ここでバースト。C 番内の様子見たらFMB さんが先行してますね。やばいっすね、これ。さあ、遠距離です。めっちゃラッコ、ラッコ、ラッコ、ラッコなのか、これ。ラッコだな。ラッコはめっちゃいたな。子供崎さん、さあさあ、カチン当たって、よくいるか、かっこいい。2敗すらボールが当たらない。ヒールキャンセル、直線ガード、ハイスタッシュ、ボールディレイ。うまい。ガンフレフェイントから着地はしばらい。ジャンピージャンピージャンプ系が乗っかっているか。さん、ハイスタッシュは当たらず。おっと、よくいるか、当たりませんが、投げているのはアゼスケさん。ダッシュオーバーヘッドキス、キングス2敗戦にバースト。もう少し高さがありますとバーストが当たらないんですね。あ、じゃあ俺ですか。はい、行きます。ノブさんと、これはアデスケさん。おっと、お互いどうと違う。ノブさんがちょっと体力危なかったか。ジャンハイスラがいい当たりが出して、空中判定になったせいで確か2敗。いい感じに1-1。あーいっ、開幕から6敗差溜まってたのでちょっと危ないぞ。この後ピオリが怖いが、ブリンガーは簡単ゴールかで叩き落として、やめはじ。さあ、このプレッシャーイルカで叩き返す。そして止めていく。横からはなかなか走らせるつもりがないが、空中で空気回復叩き落とす。グリンが危なかったとこ聞きまして、ナイスフォローしてやめはじ。さあ、ちょっと山田が怖いか。しかし逃げ、バーストを経過しつつ、ジャハンサがヒットしてまだ残る。
さあこれはさすがにイルカヒットから伸び込んできた。乱暴だな。エレガンスを磨かない男に人権はないってジョニーが言ってたよ。 Here comes the daredevil。 そして出てくるのがジュンさんのミリア。あれ気づいたらもう寿命が経っている嫌な事件があったようだ。さて、おっと6ハイスラーと足払い、よく反対してちょっと痛いのはミリア。あ、空中で危ないのがヒットしたが、当たりどころがちょっと良かったけど、ちょっとピオリーチになってないかな、大丈夫かな。空対空でカウンターして、ちょっと攻めづらい。あっと、まだボールが残ってる。危ない、命からがら生き延びてはいるが、これはちょっとバーストためようかなって感じ。お、いや、そんなことはない。守りながらちゃんと戦っている。あ、帰ってきました、ブーメラン。さあ、ジャンハイカウンターしながら、危ない危ない。助け対空に、まもなくアベスケメにバーストして、どうも一どかしたら先端がヒットしたが、ここは地上投げめくりから、変遷がまで当てて残りだけ1割。おっ、あ、了解です。今日はじゃあここでまだ負けたよ。ロイさんはまだ試合が残っております。現在この A 番隊の方で試合が終わって負けた方のチームとロイさんの試合となりますね。ロイさんチームと試合となります。さすがに赤い油圧が、うん、さっきペンが壊れちゃった。綺麗な血を見せ、ロイさんのチームは負けそうなんだけど、さあ、あれだ、長谷川さんのこのシンプルなこの置き攻め、前ハイでやってるんです、飛ぶと引っかかるんですよね。縦からの縦インエス、縦ホイホイホイからの丸や。ケーニエス足払いからのポジション見て、なんだっけ、先ほど投げ投げ投げてきました。今度は下段下段下段ですね。電車の音みたいな。下段下段下段、やばいやばい、感情込めて言わないとやばい。画面端感情がないとマジで電車の方やる。死にかけ、下段下段下段っつって疲れちゃったんす今日。昨日10点集なんか取られてさっさと出るのよかったマジ。さあ、亀梨一気から足払い、スタンドヘッド、ジャンケー、ジャンディ、ハイスラッシュ、ジャンディ厳選が、画面端からの置き攻め、足払いから登場、S、ハイスラッシュ、ジャンケー、先端を引っ掛けるようになっていきます。さあ、スタンプ、マイピー潰して、空中が進展して、バースト。ハイスラッシュ、さあ、井戸川、これ、落とすのシュートそうです。2点落として、1、2の、はい。あ、出たー、いい人だった、長谷川さんも今では消毒を使います。あー、長谷川さん、長谷川さん、まずいっすよ、マジで悪い人になってますよ。やばい笑顔してるでしょう、亀梨。
そして長谷川さんがケミカル打って潜るかな、大木いけるのかな、さすがにここは安定を取ります、怖いですからね。投げて空中ダッシュ、勝ったのは長谷川伊野、悪い人ですね、悪いですよ、悪人ですよ、悪人キカイダーみたいな、めっちゃいい顔ですね。あの昔のキカイダーっていう特撮があったんですけど、あの善の心と悪の心があって、その制御装置ぶっ壊れてしまうとやばいっていう。そうさあ、では MK さんのジョニー、いい人だったから応援していたのにアイマンのファンやめます。破壊だね、わかる、強いんだね、ヒーロー戦記の会場戦で。したしたした S 大木からハイスラ大木拾って画面端、あー出た、これは来ましたよ、これトゥーリオさんとかネイル式とかやって頑張って崩してるんだけど、この前からのぶち上げてくるこの長谷川さんの戦闘スタイルやばいっすよね。全然工夫してないってわけじゃないんですけども、メンタル強すぎて。さあ、マイケイ。そうですよね。もともとソル使いだったって話ですからね。ここにソルの魂が。ハイスラッシュからキングスを拾っていく。さあ、第2ラウンド。ハイスラッシュ。チャンハイから前へ打ち上げて画面端、ああ縛らないで、ここは対応してレベル3、はい、ああしかしここはブリッジをこらえて続いて続いて、ここでバースト戻ってきた、すぐに攻めている長谷川伊野、おっとここはフォルトで距離を離していた、位置が入れ替わるがタッチピーから少し難しい前に、ミストファイナーが出ないか、ダメージ助け捉えた、枠捨てコイン、あ、コイン当たるか、すげえところに当たった、えい、真髄見せるぜ、おー、ちょっと怖かったですね。みんなもできる長谷川、なんとレバーを前に返すらしい連打ですか確かに珍しいことは一切していない、ナイス。さあ、ホットを使ってここは攻めづらくなりますね、やっぱりあのホルトレスディフェンスかなり大事です。さあ、大木カウンターヒット、画面端ジャン・ケイ・ピー、画面端ジャン・ケイ・ニエスからのケミカル、攻めが続きます、ジャン・ケイから着地投げ、さあ次は何だ、カウンターケミカルからのジャン・ケイ・ジャンプリー、マジでいやらしい、おっと、キルキャンセル、画面外れ、なんてことだ、投げは入れ込んでいた、ワイファイ漏れてた、さあ画面外し、チャンディー、実は当たるかどうか、すごい微妙な、おっと、ニュース、コイン差し切りから、PKS、PP、P から、ちょっとここ迷ったか、うわっ、デッドアングルが漏れたっぽい。あれ漏れるんすね、あ直前ガードしてたからか、さあ長谷川さんと長谷川、ん分かんなくなってきた、長谷さんと長谷川さんです、なんか頭おかしくなってる、やばい認識できなかったねこの間動画上げながらなんか操作ミスって画面が上下反転しちゃったんですよね、その状態でいいのが戦ってるの見たらなんかもう普通の対戦動画見てもなんか感覚おかしくなっちゃって、マジで面白いんで一回上下反転して対戦動画見てください、普通の対戦動画もなんか脳がやばいっす、反転した状態の対戦動画マジ脳みそがなんかおかしくなっちゃって、普通に戻したらなんか普通に見れなくなる、多分ニュータイプになります。さあ画面端、うお、2K 投げて画面端、マイティーは出ていた、 2S ケミカル画面端、ブリッツジャンプ、 2K で追い返すか、なんか前半行きそう、あ体力回復、
あーけど怖いですね、投げた空気とあれが飛んできますからね。うわすげえ空中でサマソン打ってる、それが強いわ。イエス、どっちだ、ブリーツシールド弾いて超溜めて、あーなんでそんな繋がり方で、やっべー画面端当たればやばい、当たればやばい、当たればやばいがなかなか当たらないんですね。画面端、そしてオキセメは飛んでいる、ジャンピー無敵が乗った、追いかけたいがジャンプ系から、ここはダーシーかっこいい。空間は見失うんだけど、宇宙とかで戦うとね、やっぱりその反転すると大事ですよ。そこで普通に見れる人はやっぱりニュータイプなのかもしれません。もう頭おかしいわ、ないってか分かんない。確かにマッパーズボンボンからのハイスラッシュ S ハイ D 落として、画面端少し場所がありますが、ジャン S から落として EPD 落としてからの前 P、 ここは窓際ガードして、マイビー、うわっ、怖え怖え、もうケミカル打てないじゃん。さあ、しかしゲージも入って投げていく、攻めるのは長谷川さん、しっかり前ハイスラ漏れていましたが問題ありません、最初ラウンドへ。しっかり漏れて、まあ大丈夫です。さっきもあの遥か航空にいたのに出てましたから、多分あそこまでワンセットなんですよね。やると決めたからにはしっかり打つ。こっち来た、初めて拾ってんの見た、このスライドダウン。エニエスから落として、置き攻めはジャンプジャンプジャンプにブリッド取った、素晴らしい。ケミカルヒット、いけ、通して、 YP からおろしきれるか、ファーストポイントが難しい、ここで、あー多分あれだったんでしょうね、覚醒読みで出してたと思うんですけども、ここはケミカルで対応してきましたね。長谷川さんが強いということで、負けトーナメントが発生いたします。ロイさんのチームと今負けてしまった長谷川さんではない、長谷さんの、わー頭おかしいな。長谷さんのチームとロイさんのチームが B 番でお願いします。頭が壊れている、よくある俺は正気に戻ったってやつですね。戻ってねえんだな。 A 番内いきまーす。A 番内では、どうしようかな。で1試合でしょ、決勝戦にしちゃった方がいいな。じゃあちょっと順番変わってしまうんですけども、 A 番内でまず決勝戦を行います。で B 番内は3決にします。これ多分試合数の問題で3決にしないとちょっとやばいんで、 A 番内少し早いのですが、長谷川さんのチームと、七夕さんのチームで A 番内で決勝戦を、 FME さんはちょっとのチームは1試合待機していただいて、 B 番内で勝ったチームと3位決定戦を A 番内で行います。よろしくお願いいたします。んロイさんは勝たなきゃいけない理由ができてしまった。あれだね、昔あったみんなの歌であったシマウマの島をぐるぐる取ってっていう、あれな感じでもう頭がぐるぐるしてますね。限られてます？マジですか？ニコニコプン世代はギリですかね。ジャックを使う。30代、いや30代じゃないですよ、まだ入ってないですね。俺ギリギリニコニコプンですよ、ギリギリ。俺の弟の世代一つ下が、ドレミファドーナツです。わかりました。 OK です、B 番台。これで我々の、ポンキッキーズじゃないんすか？開けポンキッキー、わー謎のなんとか聖人になんちゃらなんちゃらに現るとかありましたよね。あー全然わかんねえ。知らんかった、スポンキッキーズにも違いあったんだ。あれの怖い話のね、さっちゃんの話が超怖くてね、バナナを枕元に置いとかないとってやつが、あれ怖すぎ。はい、では A 番台決勝戦です。 P ちゃんはキモかったね。あれ見て怖くてね、紫ババアとそのさっちゃんのポンキッキーズの怖い話はマジやばい、トラウマ。あとヌーベイの枕返したっけ、あれもダメ、あ怖すぎ。
そうそうそう、夢のルート覚えてないといけないやつですね。さあそれでは決勝戦です。 A1 台 1P 側が、マイク・ジョニー、カリンチ・ジョニー、七夕プレイヤーチーム、 2P 側はジュン・ミリア、長谷川、井野、ノブソルチームです。さあマイクさんがジョニー、マイクさんレベル3以外のコンボできるんですかね、ちょっと不安です。最近皆さんレベル3のコンボバリバリ練習してるんですけど、コイン足りなくなったりしそうですね。さあマイピー対決見えている。マイクさーん、マイクさんコンボやべえっす、神髄を見せるぜ。おマイクさん、やはり近くで俺を見てるときありますね。KSKP がつまいハンター。マイクさんやばいっす、やばいっす、挙動不審っす、マイクさんやばいっす。アブリッジ進もうと思ったりゃー、マイクさんやばいっすよ、マイクさんやばいっす、ゲージあります、ゲージあります。あーやっぱそれマイクさん、ね、やばいっすね。めっちゃブリッジしてる。前ハイからミストファイナー、あー確定。やっぱガードは硬いですね。マイピーからマイピーコインマイ、ああおっと前ハイしてこれ、あマイクさんレベル3じゃない、出てすごいの当たった、当たらないけどマイクさんやった、レベル3だ、え、レベル2っぽいできる。マイクさん、やばいっすよこれは。俺を本気にさせたのは、俺を本気にさせたのはミステイクだったらっていうのみたいな、この人の勝利って感じですね。ミステイクだったな。はい、第2戦、先方中継戦。すげえ今回のジョニー頑張ってますね。レベル3、ここに来てマイクさんの本領発揮。ちょっと悩ん、あコインバックステコインミスト PKSDSD ロマンキャンセル神髄を見せるぜ。コインから 2S マイハイスラーハハ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 ミストファイナー3分クッキングです、レベル3打ちますみたいな、コンボしますはめます終わり。1分で終わる。60秒で終わらしちゃうやつですね。スマイハンダーコインレベル2、レベル2キープ、落としてマイハイスラージャンハイから、ここは何が確定か、60秒だ、それ以上はいらない、確かに。落としてシークレットガーデン、さあどうだ、あー頭がでかい、帽子がでかい、画面欲しいいんだ、さあ決めていきます。この間そのおしげさんが来た時に、今日おしげさん来てますよって隠しが喋って、おしださんと喋ってたいきなりおしだのーって言い始めて、超面白かった、初めてそれをパロっておしださんにしたのが面白すぎて、本人に言うのか、しかもそれをって、めっちゃ面白かったです。押したらどうじゃねえよとか。ちょっと面白かったです。ちょっとやられましたね。あいでーこれまずいまずいまずい、今閉じとくんだこれ。お前マグロだ、止まったら死ぬやつ。
SD から練習したコンボ、練習したコンボ、なんで甘えちゃった。しかしそのままいく。覚悟を決めた女に男は口を。Here comes the daredevil. Who dares to enter the maze? え？雨降ってんの？隠し。降ってる？マジで？日本のバカな。Heaven or hell. まあ適当に持っててください。さ長谷川さんのイノとマイクさんです。チャンディハイスラッシュ。さあ自由に動き回るマイクさんを、マイクさんチューメイトに煽られてますけど大丈夫ですか。あ、はいはいって言っての反対側なんですけど。どっちが当たってもお祭り騒ぎですね。落として着手だけ。さあ次どっちだ、まあ、だけかな、抜けたが。この後の微妙なフレーム、日程が強い遠距離です。当たりそう。あれ金バーストか、すごい判断で。ジャンピングうまい。すげえムカつく軌道だな今の。ガードはここ切るにはする、できるかな。ジャンピング、マイクさんやば。あ勝った。ひどいな。最終ラウンド、エスからのコインコイン出して、はい、スラッシュ。練習しててよかった。画面足投げを狙っていますか。完全にトレーニングモードの動きじゃないですか。大丈夫ですか。ああまずい。レッドアングル読んでいる。さあここからは実戦です。トレモではできない部分ですが、長谷川いいのが攻める。やばいやばいやばい、ケミカルカウンターヒット。あったのは長谷川いの。マイクさん、もうスパーリングモードでいつもやってる動きそのまんまだったの面白かったです。投げ込んでレベル3にして、画面やってました。後ろ歩け前歩けら金 S 投げ仕込み投げてレベル3コンボまでがスパーリングモードだったんですけど、ちょっとここは通りませんでしたね。スレイヤー vs イノ、さあマイクさんがなんだかんだあれよあれよという間に大将まで追い詰めましたが、長谷川さん勝負強い。ここで残り2人、カリンさんと、長谷川さんじゃねえ、花畑さん、あれあれあれ何言ってんだ俺、やっぱ頭おかしくなってんの俺。七夕さんが残りました。ちょっとこのチーム雰囲気がすごい、ブリッジ取れるんだ。オキ攻めはジャンケー当たらない、いっちゃうんです。さあキールキャンセルが投げを決めて画面足、あーっとここがヘッドバスケルタ、前キーから阿部潰しを見つつ、ケミカル縦キミカル、ハイスラスから空中出しコンボの縦キミカル、広い流しからのケミカル、ケミカル何を取って画面足。さあゲージがちょっとありますがちょっと怖いですね。さあここ反応している飛んで、ここはジャンプ系種族が出ていたジャンプ系 D から前、はいこの男をなんて力強いんだ。食らってましたけどね、前押しましたね、すごいっすね。相手がどれだけ暴れ潰しをしてようと来ようと関係ない、俺が打つと決めたら打つんだってこの強い意志を感じるこの前ハイスラッシュ。いやーカウンター関係ない、まあ1回食らったらバーストすればいいですからね。さあジャンディー、ここは前 PD してよくでいく、あの早い展開でしっかり入力しましたね。やばいやばいやばい、ケミカル追いかける、
前張り出てた。さあ少しプレッシャーを感じてきたか。あっとうまいうまいうまい、ジャンピーから拾い直し。めっちゃ負けてる。ああ神足、ああ立ち火、こういうところしっかりします。直前から出てきてしっかり確定できる。リピーも早い、お互いにこすりなら負けません。ダメージも。しかしこのジャンプ系の後の読み合いは長谷川さんが強すぎる。音符さあ後ろから 2K 足払いからホールト、たまには真面目にガードもしていきます。マイハイサーキーマーソン、あーっとこすりそう、いやこすらない、どっちだ。タッチピン返してケミカル、めっちゃケミカルで追い返す。じゃんけん乗った中段、あー危ねー。マイピンガードして、ここで狂言、あー読み読み素晴らしい。読みが強すぎる。まあ死ななきゃいいですから、2試合死ななきゃいいっていう。さあガリンチュジョニー、さあどうなるでしょうか。あートップファースト、エースハイサラッシュで落として、前ハイサラッシュちょっと怖い、投げていきます。ここはコンボ前系、あレベル3、そして画面足足払いから遠距離エース、足払いエース当たってしまうとしてトレハン飛んできたりしますね、恐ろしい。おっと前ピンが出てきたか、前ハイ死んだじゃねこれ、当たるか、あーとあっという間、ちょっとボタン押しただけなんですけどね。マイネームイズジョニーですね、確かに。ジャケ乗って潜って、確かに声が出ていた。マイピン立ち系余りを買っていく、ジャンプ入ったら 2K、 マイピーから全てのタッグを現在通しております。長谷川のプリッツ、声がマイピーしっかりしている。ハイスラビーハイス、あーっとマイハイリストハイナ、ちょっと待って、 S ハイ D うますぎ。レベル3、これでケミカルも打ちづらくなりました。あーっと S の通って、ここがバーソン、おっとここ投げが漏れた、ジャンプリー打ち方は天才的に、お疲れ、完全にヤクザみたいな人が誰だと思ったら、今日は明日仕事なの、お疲れお疲れ、今日和田皇帝ですわ、いけ、さあ投げて、来るからジャンケン、あー返した、ジャン S ハイスラー D ミソイナ、真剣ミスでコインからのコイン、うまい、皆さんこの逃げ方めっちゃうまいですね。二段ジャンプを使って、あー返された、悪い子お初期、あーしかし食べてる、表現ちょっとあまり効きません。デッタングル D ハイスラー D ハイスラー KS、 あーまずい、いやコインないからトリンチさん、コインなかったんですけど、コイン投げてマイハイ出た感じでそのまま勝ちました。勝ったのはカリンチュジョニーということで、一応優勝チーム先に決まってしまいましたが、本日の優勝チームは、ダナバトスレイヤーワイクジョニーカリンチュジョニーチームです。おめでとうございます。さあ、この後ですね、実はまだ3位決定戦が残っております。 A1 内で FAB ポチョムキン、リオン界トゥーリオイのチームと、現在 B1 内で対戦を行っていますロイさんのチームと長谷さんのチーム、どちらかが3位決定戦となります。よろしくお願いします。
瞬なんだ。ジャックポットを狙うもんじゃない。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイク。一流の勝負師ってのかな。バカみたいに失敗しても勝負の場に戻っちまうから一流なんだ。本物のポーカーフェイスは見よう見まねじゃダメなのさ。Guilty Gear Extra。まだ抜けられませんか。難しいね。あのベッドマンという少年、僕と同じタイプのようだ。では時間を稼ぎます。いや、ジャック王を使おう。ジャック王、時期尚早では。慈悲なき刑事の行動も早い。エルフェルトがジャスティスと融合すれば全て終わりだ。わかりました。では今おおこの未来も決着がつきます。背徳の炎はいかがしましょう。今やばかったね。来るかなと思ったんですけど、ドンピシャでしたね。さあ、Bバンダイ勝ったのはロイさんのチームです。ではAバンダイで3位決定戦をお願いいたします。 FAB さんのチームとロイさんのチームです。今の試合の最後はですね、クビアさんが最後ゼストを打ったんですけども、その時に KD 捨てをしていて、あの絶妙で KD 捨てしていて、さあじゃあ捕らえるぞってところに槍兵がクサクサクサ、ゼスト終了でした。ランサーやるねー。ありますよ。ホストしてくれたってことですよ。この後、Twitch で、ご覧の皆様はですね、梅原さんと、世界大会で戦ったアレックス・バイエさん、アレックス・リュウ、分かる人多いと思うんですけども、レベルアップライブ、そちらの方にホスト移動すると思われますので、そちらの配信もよろしくお願いいたします。あの梅原さんと戦ったアレックスさんから、今回はそのホストで、視聴者をあのシェアしていただいたということで、かなりの、ね、人数で、ね、見てもらいました。900人ぐらいいたんですよね、確かね。すべて終わりだ。OK です。わかりました。すごいですよね、本当に。
あの梅原さんと戦った竜使いの決着がつきます。レジェンドっすよ。アレックスの竜の人、伝説の男です。アレックスバイエさんが、今回の帝の放送、オープントーナメント、ツイッチの放送、シェアしていただいたということですね。ガチレジェンドですからね。ちょっとそこにいなさい。A 問題、こちら、順番が、前後してしまいますが、FME さんのチームと、ロイさんのチームで3位決定戦、1P 側、トゥーリオ、イノ、リオン、カイ、FAB、ポシャマキン、2P 側、ロイソル、クビア、ジャクオ、シャカソル、アッシャナベットマン、ちょっと実況とあるね。結構触った、表現遠くだからしっかり反撃。さあ足払いゲームテミカルか。さあ空中で捕まえ、ダメ端、これはちょっと残りそう、ちょっと削りきれない、残ったが、ここは対談で反撃、ガードされる。空中直下からしっかりケミカルで反撃。トゥーリオイの一本選手、すげえところでジャンディ、ああいやらしいとこで消毒してきた。さあふわっと浮いてきた、ファーストしたが当たらず、そのまま引退コンボ食らって画面端維持。足払い、これはさすがに補正がないので死んでしまいました。さてロイチーム、こちら4人チームとなっておりますので、あと首輪さんと足花さんとロイさんが残っております。そしてイノに、トゥーリオイノに対して出てくる足花ベットマン。さすがに先ほど長谷川さんが非常に気持ちよく消毒を決めていたので、なんかショックされてしまったのか、トゥーリオさん先ほどいきなり消毒しに来る、そしてなんかすごいめっちゃ歩いてきた今。なんだなんかみんなもうなんか疲れてハイになってるんじゃないかって思うような気がしてきたんですけど。さあ首が戻ってきて画面中央、ナイスガード、おっと投げている。さあ首からグリッツめくって下段、さあぴょんぴょん跳ねてきたのは中段、おっとキンスが浅かった。さあためている、最大ためからこれは痛い、画面端と思ったらラソキーキャンで流れを止めていったが一気に攻め込まれる。ケニーが当たってしまった。一本選手、トゥーリオイノ、さあ首投げて戻ってきて、さあお互いなんか触りたいけどちょっと様子見しつつ、さあ触ってきた足穴ベッドマン、めくりはブリッツで対応、端っこでおっ PP、さあ顔がさらに飛んできて戻っていった。さあ PP すげえとこで当たってる、さすがベッドマン空中判定広い。ドマキャンからしっかり空中コンボを決めて、ここはちゃんとダウンを取ってきそう、取ってきたバソ、おっと大砲に合わせてしっかり反撃、空中投げ逃がさない、下段が当たって
さあバーストを読んで、あー危ない、キーキャンでフォローしたが、そこに縦蹴りが飛んできて、まだ残る、硬い。しかし横手に引っかかって、トゥリオイの2盾。さあ残るは首輪さんのジャックを、もしくはロイさんのソル、そして首輪さんジャックが出てくる。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Jabin's Edge. Ino versus Jack O. さて先方中堅と乗りに乗っているトゥリオイノ。さあクビアジャックをこの流れを止めたい。潜ることができない、さすがにデータで。しかしパーマがついてきてないので、なかなか攻めづらい。さあ洋服を見つつ事件、早くも溜まっているクビアジャックをヒットして、さすがにバッシュする。本当が意味をなさなくなって、ここでクビアジャックソーが一気に相手の左を削っていく。おお、さてもう犬が見えなくなってきて、ここでさらにサルトロスギギャン、うん、どっちがしたんだ、わかんない。対空残ってるのは一体良いのだが、削りも怖い。しかしゲージがない。あ、これやばい、これは相当やばい。さあクビアジャックを一本選手。さあ2K 崩れてバースト読んでいく。そしてっと攻めのブリッツ、うまい。しっかりダウンを取ってさらに家も破壊してったが、ハイクータシパン、わーっとダッシュしたところにまさかのサーテキミが置いてあった。さあ狂言者、わー危ない、衝突されるところだった。ブリッツからサーテキミが取って一本取り返すというよりはいいの。さあ様子を見て差し込んでいく。今度はケミカルにしっかり対応。で、どれで金バスト、これはあえて受け身取らせないが、いい感じに動いている。しかし端っこでこの状況、ゲージもない。あ、崩れている。おっとやばい、いつどこで受け身取ればいいんだこれ。ゲージにとったら座れるんじゃないの。さあ食らってるシーン、ゲージが 25% 溜まったが、縦気味で消えてしまって、今 2K で消してる、死ぬ、危ない。さあまだジャックは 50% 残して、さらに飛びログまで封じてきている。あー、カウンター、これ受け身が取れない。家を投げて狂言、ちゃんと直下からダウン追い打ちで覚醒ヒット。さあ次に出てくるな、迷わずにリオン回。確かにね、ダウン王一であんなに持ち上がるって結構違和感あるよね。まあそこは打撃投げみたいなもんなんでね。まあ、逆にポチョのヒートナックルみたいに受け身取れたら非常に楽しいんですけど、まあ単発技なのでそういうことは起きない。さあ早々に陣地を築いていって空中投げ、端っこに、おっとジャンディーが当たっている。しかし状況は非常に良くない。4回家を押し込んで、さ
ャーマンとだらけ。そしてジャックの動きも見えづらくさせる。家を破壊している。大丈夫か。いや当たっている。もう一度家を投げてレベルを上げていく。リッパーロマキャンから空投げ。しかしレベルが上がっているのでちょっと攻撃スピードが速い。ラインを若干上げつつあったが逆に挟み込む形となって対空 6K だっけ。さあスライディング、もう一度ギアを投げてバリアを張ってスタンを無効化。おっとさすがに高さが合わないが、ここで2敗したらカウンターヒートして画面端タッチパンタイク。すごい判断。さあペイパーも警戒しつつここで投げが通って、このコンボもちゃんと開発済み。タルタルってこれ死にそう。おっと受け身取る。しかし虫の木でゲージもないぞ。サーバントの攻撃で死なないが、ここでは死んでしまいます。いや、いい流れが持っていきますねロイさんすごい嬉しそう超嬉しそう。だって FB さん出てきたんですよこのまま終わらせてくれて構わない。確かに聞こえましたよさあそうなるかどうか。さあ一気に先方中堅戦闘を倒し FAB ポジションに大将を引きずり出していく。あっデコピンカウントしてる。一体スライドヘッド家をまず破壊していく。タッチハイスラー本体を止めつつちゃんと家をダメージ与えていったが、気づいたらレベルが上がっている。メガフィスト家を一つ破壊、もう一個破壊。タルタス、これはデッキは間に合わない、さすがに。立ち合いしたらヒット、ロマキャンからいつものと思ったらバースト。家ヒット、デコピンで返す。スライドヘッドはバックスに引っかからず。さあ、刻んでダスト当たりそうだったが、ちょっと微妙に合わなかったか。さあ、ロマキャンから削って。リーチをかけていく首輪ジャック。さあ嬉しそうなロイさんこっち見てきましたさあ2ラウンド目首輪ジャックをこのまま取るか。めくって挟み込んでいく。気づいたらレベル上がっているのでこれきついぞ。バースト使っていく。メガフィストヒット、ロマギアして画面端。おーよく見ている。これは当たってしまうか。ゲージがない。スライドヘッド、さあ分からなくなってきたぞ。タッチハイスラーヒット、タッチハイスラー、タッチハイスラー、やばい酔っちゃうよこれ。危ない。体力は気づいたら抜いている。しかしジャンディ硬直にうまく引っ掛けて挟み込んでバックステップにヒットして、これは死んじゃうんじゃ。あっなんてことだ。うわ虫の息だが幸いサーバントの攻撃では死なない。しかしめくってクリアジャックがサンタで。なんだ雨持ってないの。さあ優勝、優勝じゃない3位はロイさんのソル、クリアさんのジャック、チャカさんのソル、アシャハナさんのベッドマンとなります。はい、というわけでお疲れ様でした。長丁場となりました。ミカドギルティーゲイザートレベレーター4月23日ミカドオープントーナメント、そして固定3のスイートエッグ、これにて終了となります。お疲れ様でした。もう眠い。わーすげー、ゴー君すごいですね。